山系チャンネル。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山系です。今日は大学受験古典単語のゴロッと古典単語ボリューム11ということで、ね、大学入試に必須の古典単語を一緒にどんどん覚えていきましょう。それでは今日やる、ね、単語はこちらになりますね。イラフ、ウシ、イマメカシ、イモヌ、ウシロミ、ウシロメタシ。はい。で、イラオ、ね、イラ、普通に返事せい、ね、イラフ、返事をするっていう意味ですね。ジェースって言ってるね、人にちょっと上司の方とかね、まあ教師の方とかがなんかイラッとして普通にせえ返事せえっつってね、怒ってたんですね。次、牛。牛はつらい、情けない。うん、ね、まあこれ、まあ、牛自身がね、つらいわけではなくて、まあ、牛の格好してよみたいなね、罰ゲームをやらされて、牛なんかもうもう言わないかんしみたいな、辛いし情けないなみたいな。はい、牛は辛い、情けない。今めかし、今めかし幼虫、現代風と。はい、今めかし現代風とね、めか使うなんてもう現代ですね。昔じゃちょっと考えられない。はい、現代風。芋ぬ、芋塗って寝る。芋塗ってね、手に芋塗って寝る、なんか効果ありそうでなんか怖いですけどね。まあ、ないとは思いますけどね。はい、はい、次、後ろ見。後ろで見ている後見人、ね、後ろでん、ふと振り返れば後見人がいるみたいなね。はい、後ろめたし、後ろの目、確かに心配だっていうね、これ後ろ向きでハゲてるおじさんに目をかいて寝てる最中ね、これ後ろ側なんですけど、はい、要するに、まあ、後頭部ですね、これ後頭部に目書いといて、後ろの目確かに心配だ。これで外出たら日やね、もう注目の的ですよね。はい、後ろの目確かに心配だと、後ろ目だし心配だ。はい、じゃあ、今回ね、6つの単語は以上になりますので、また、12やってきますので、ぜひそちらも参考にしてください。それでは失礼いたします。